死者の名は嘘だろ。これから私がやるべきことは事件の真相を導き出し、コーウェルが何を、その間リネはあの通気口を二人でど、歌劇場の入り口からは、あの音は犯人と死者、死者の名はコウ、あの通気口を二人で同時にと、地下道にはホールジーの服がの、歌劇場の入り口から、地下道にはホールジー、あの通気口を、落ち着こう。行き詰まっマジックと一緒さ。ホールジーを知っ、そうだな、そ、マジックじゃあるまいし。失礼だが、被告人側に有益な発言ができないならば次の段階へ移る。その間リネはずっと地下道にいなかった。あの音は、犯、死者の名は、歌劇場の入り口からは、花瓶は偶然割れたわけじゃない。最も重要、もし人を水に変える方法、待った人が水に変わる、そんなことあるわ、果たしてそんな必要、マジックなど、いえ、それでも真相は必ず存在する。不合理なところが全てそこにある。彼は死者だから、これまで僕たちは彼にあまり目を向けていなかった。しかし事件の解決に進展がない今、死者の手荷物を調べることくらい難しいことではないはずです。ああ、人は行き詰まると切裂な策しか思いつかなくなるものだね。これは代理人の合理的な訴えであり、現段階で事件の結論が出そうにない以上、証拠を増やせることは審判の進展に有益であろう。警察隊を休憩、捜査は継続中だが重要な進展があったため、この場にいる皆さんに共有します。コーエルの荷物からは液体の入った試験管が何本、バッグにあったノートではこれらの液体は原子大会のミス、ノートによればコーエルはとある違法薬物の密売組織に所属していたようで、協力して計画を実行していた共犯、またノートには安全に使用するための注意事項が多く書かれており、ある試験管にはエピクレシス歌劇場と、ノートにはさらにこの妖怪特性はフォンテーヌ人に対してのみ効果を発揮できると記載されています。したがって俺たちはリネ側が提出した推測にはそれを裏付ける十分な証拠があると考えている。おいおい、人が水に溶かされるなんて、こんな馬鹿げたことが、まさか、おい待てよ、例の予言を彷彿とさせるような気がする。人は水になれる、だから水槽の本当の目的は水たまりを隠すこと。コーエルはあの少女に目をつけて、待って、まさかあんたたち、早くこっち、お嬢様お待ちください。とにかく今は私についてきて、静粛に。全ての者にとって衝撃的な発見であったが、現時点ではこの手がかりの真偽を、行方不明になったホールジーがまだ見つかっていない以上、警察隊は
被告人リネ。ねえ、この推測が成立して。そうだな。例えば、ずっとよく考えるんだ。コーウェルの手口はきっと原始大海の水と関わってるはずだぞ。死者の名は、水槽を吊ってたロープが、原始大海の水は、今にして思えばあのフック付きロープは他のマジックボックスの内側には他にも何か入ってた。リネットはずっと舞台上のマジックボックスに、マジックボックスの内側、今にして思えば、あ、再び名探偵パイモンの当初から立てていた計画の通り、コーウェルは水槽のロープと抽選機に細工して今回のターゲットをロックした。コールジーの入ったマジックボックスが降りてくると、フックは徐々に引っ張られて箱の上部にあった風船を突き破る。上板に固定されていた風船は破裂し、風船の中の原始大海の水が下にいたホールジーを溶かし水に、その後コーウェルは地下道に入って花瓶を割って、地下道の水が花瓶の水だと思われるよう細工し、残りの証拠は舞台上の水槽に隠した。ところが地下道でコーウェルは予想外の事態に遭遇し、証拠隠蔽のための水槽が原因で命を落とすことになる。一理あるな。これでずっと疑問だったいろんな証拠も。まずい、僕も奴らの推理は理にかなってると思ってしまったぞ。まさか本当に無実のものに濡れ着。どうやら今解決していない唯一の問題は、彼のノートによれば彼には共犯者がいた。まさかそのたった今ある警察隊員から連絡が入った。新しく見つかった舞台の真ん中に来てもらい。大審判官、ありがとうございます。ついさっきリネのバッグの中からコーウェルが持っていた原子バカだ。ありえない。なんと劇的なシーンだろうね。さて、すべての疑問、親愛なる民よ、忠実なる観客、まずリネ君は少女が溶かされることに一切関与する必要はないため、地下道に入ると彼のアシスタントであるコーウェルはその時点でマジック道具への細工を終えており、しかし邪念を抱くリネ君は引き返した時この手柄を独り占めにしようと、結果リネ君はこのような残酷でろね。リネ、証拠はもう使い切った。説得力のある、もはやここまで。思いつかない。そもそも新しくて、さて、おそらくこれで。それじゃあ万人に、みんなちょっと待って。静粛に、お嬢さん。まあまあ、私が口を挟んだのにはそれなりの理由があるんだから待ってよ。ほら、弁論ばっかり聞いててみんなも疲れたでしょ。消えた少女をもう一度目の前に出現させるマジックショーをね。何を言って。お嬢さん、がっかりさせるかもしれない。ねえ大魔術師さん、マジックで最も重要なポイントは、でもみんなが偽りの事象を真実だと思った瞬間、そしてそんなマジックこそ一番素晴らしく、さあ
リレイ・リネット、もう一度やっ、あんたたちこそ舞台のスポットライトを浴びるべき存在、魔術の創造。分かったよ。じゃじゃーん。まさかあれって失踪したホールジー？先に言っておくけど、法廷で本当のことを証言したら罪が軽くなるって、その人さっきまでずっと外で隠れながらこの裁判を傍聴してた。だから誰にもバレてないことを知ってほっとした。でも気づいたら私たちどこから話したらいいか。は？私本当はホールジーじゃなくって、リネのショーがすごいって聞いたから見たかったんだけど、チケットを買えなかったから1枚すったのよ。それが私の本業でね。スリなんて朝飯前ってわけ。今まで一度だって捕まったことがない。でもそれがまさか先日ロマリタイムハーバーで私のスリに気づく人がいるなんてね。あ、どっかで見た覚えがあると。お前の身のこなしがすごかったって。まあなんとかあの場は乗り切ったんだけど、ショーを見に行ったらまさか今度は、しかも彼がメロピデ要塞なんて口にするし。だからまずは合わせるふりして隙を見て逃げようとしたの。けど急に水をかけられた上に誰かが地下道に入ってきて、そのまま捕まるなんてごめんだったからさ、その人を気絶させて箱に入れたんだ。ただ逃げ道がなくって、だから服を着替えてショーの衣装ケースの中に隠れることにしたので、最初の警察隊員が現場に駆け。おい、あの中に人って隠れられるもんなのか。でも誓って水槽が落ちてくるなんて知らなかった。絶こうなるって知ってたら彼をマジックボックスに入れはしなかったわ。ここまで来てやっと事件の全貌が。今度はリリアの視点で最初か。これはあのもの。これはこの状況。リリアはパンパカパーン。名探偵事件当時幸運なか。その上地下道に入った途端水をかけられて、そのパニックも最高潮にだ。その物音を聞いたけどコーエルは知らなかったんだ。リリアがフォンテーヌ人じゃなくて、そしてコーエルは現花瓶はそのと。そんで逃げ場のなかった。警察隊のチェックを受けなきゃいけなかったから、それから2日間リリアはずっと歌劇場の中にいたん。マカロンを食べながらおしゃべりしてた時、いつの間にか2つなくなってたけど、お腹を空かせたこの子に食べられてたってわけか。まったく本当に泥棒の。これで地下道で何が起きたのかはっきりしたな。そういうことだったのね。素晴らしいわ。被告人側の主張に対して異議はあるかね。フリー、僕何も言うことはないのか、フリーなど。ちなみに
審判が終わるまで原告側は退廷できない決まりだ。なら、なんで僕の考えが分かったんだ？はあ、意義はない。僕の負けだよ。まったく、わざわざ聞かなくてもいいだろ。空気が抜けた風船みたいに一気に…では意義がなければ、フォンテーヌの最高審判官である私がこの事件の一部始終をここで振り返らせていただこう。少女失踪事件の真犯人であるコーウェルは観客リストから次のターゲットを選んだ。抽選機にあらかじめ細工を施しておけば、そのターゲットの少女は必ず選出される。また犯行の痕跡を消すため、コーウェルは水槽を落とすことで少女が溶けた後に残る水を隠そうと画策した。それをなすために水槽を吊っていたロープに細工し、ショーの最後に打ち上げる花火を利用したのだろう。そして彼は少女を溶かすために風船にもある細工をした。そう、原始大海の水を入れたのだ。それをショーの準備中、マジックボックスの上板へと結びつけた。最後にコーウェルは少女をマジックボックスに入れる際、あらかじめ用意しておいたフック付きロープを扉の隙間に通した。マジックショーが始まり、少女の入ったマジックボックスが地下道に入るとフック付きロープが引っ張られるという仕組みだ。それにより原始大海の水を入れた。無論当初のプランではこのタイミングで少女は溶けるはずだった。だがリリアはフォンテーヌ人ではない。さらに彼女はマジックボックス。異変に気づいたコーエルは地下道に入るとリリアに遭遇した。そこで彼はある勘違いをしてしまう。原始大海の水に即効性はないと。そしてそのまま。しかし相手は思いもよらぬ犯行を見せる。格闘の末に彼は気絶させられ、マジックボックスに入れられた。そうして最終的に彼は被害者となった。一方リリアは先ほど彼女が述べた通り、地下道で着替えて身を隠すことにした。ショーが終わった後は歌劇場の他の場所に。その間被告人リネはずっと歌劇場の地下にいた。故に地下道で起こったことを知らなかったのだろう。こうして事件の全貌を振り返るに、被告人は無罪と見るべきだ。よかったな、リネ、リネ。ただしリリアと被告人リネの行為に関しては別途審議をする必要があるが、本一件はもう諭旨裁定カーディナルに最終判断を任せていいだろう。よってこれにて判決を言い渡す。被告人リネ並びにリネットを無罪。名探偵やるじゃん、さすが。ありがとうみんな。では警察隊員ボーン殿、説明してもらおうか。君はどうやってリネ君の荷物から原始大海の水を見つけたのだ？そうだそうだ、そのせいで僕は誤った判断をしたんだからな。それともまさかここで嘘の証言をしたっていうのか？コーウェルのメモにあった仲間とはリネ君ではなく君のことだな。私は。君はよくわかっているはずだ。どうすれば罰が軽くなるかをな。ほらさっさと吐け。出ないと一生特別許可権と仲良く過ご。私はただ言われた。リネに連続少女失踪事件の濡れ衣を着せ、ファディに容疑をかぶせる絶好の機会だろ、そう上から言われて。
計画が露見し、原始大海の水の秘密も公になった今、そちらのトップはもう君のことをリスクの一部として、最も賢明な選択は警察隊の保護を得る。原始大海の水に、しかも私たちは、これって口封じってやつで、なんて残酷なやつら。なんと浅はかで、この場にいる者を皆すぐに改めよ。